也くん、今月はナンバーワンになれるかな。さあ、あんたこの1週間で3回もドンペリ入れたでしょ。だって、ゆうやくん可愛いんだもん。ナンバーワンになってお祝いに一緒にハワイに行きたいな。私もノブくんと一緒にお出かけしたいけど、このバッグがダサいからダメなんだと思う。やっぱりバーキンじゃないと男は振り向いてくれないよ。私たちももっと頑張らないとね。そうだね、頑張らないとね。今夜パパに会いに行こう。名門私立の JD なんて肩書き使えるの今しかないんだし、パパたちから絞り取らなきゃ。うちらサクシュガールズってユニット名にする？いいね。ちょっとお願いがあるんだけど。何？3万円貸して。なんで？携帯代払わないといけないの。ドンペリ入れるお金はあったんでしょ？いや、それはそれでさ、お願い。携帯代ぐらい自分でなんとかしろよ。バカじゃねえの？あんたマジムカつくんだけど。日本に生まれてよかったな。3万円くらい貸してくれたっていいでしょ、ケチ。あんたみたいなバカに貸したら一生帰ってこないし。またバカって言いやがったな、この野郎。うせえ、バカ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 。わしの話を最後まで聞いてくれたら、君たちそれぞれに3万円ずつ与えよう。まあ少しだけなら。君たちは日本に生まれてよかった。この世界は悲惨だ。一部の人間がその他大多数の人間を搾取するという構図は年々加速している。さっさと終わんねえかな。クソしょうもない話だけど、とりあえず3万円は欲しい。世界が100人の村だったら、28人は綺麗で安全な水を飲めない。そのうち10人は飲み水すらも確保できない。3人は水を確保するため往復30分以上かけて水を汲みに行かなければならない。そして村の井戸水の 85% を裕福な12人が使っている。え、たった12人が？世界が100人の村だったら、35人は暴力による恐怖にさらされている。空爆や襲撃、地雷による殺戮、武装集団の組織的な拉致や暴行、人身売買。特に地雷は立ちが悪い。1個300円ほどだから、戦費のない民兵がそこら中に埋める。一度埋められたら誰かが踏むか除去されるまで残り続ける。犠牲者の大半は一般市民で、その半数が子供だ。私も地雷踏んだことあるよ。初めて行く店で不細工で話も超つまんないのが出てきて。あ、そっちの地雷じゃないか。死ね。世界が100人の村だったら、26人は栄養が不十分で、2人は餓死する寸前、13人は太りすぎ。これは仕方ない。豊かな国と貧しい国があるし、そんなに人がいれば食べるものもなくなるよ。いや、食料は十分なだけある。村では毎年200人分以上の穀物が生産されている。え、100人分余るじゃん。どうするの？捨てている。え、世界が100人の村だったら、10人は1日2ドル以下で生活している。おにぎりとお茶買ったらおしまいじゃん。そしてたった一人が村全体の富の 82% を独占している。え、そんなに？それって残りの99人はその一人のために働いてるってこと？そういう見方もできる。なんか悲惨だね。搾取する側とされる側、君たちは若さを武器に親父たちから金を巻き上げているかもしれないけれど、そのお金は全てホストに注ぎ込んでいる。携帯代も払えなくなるくらいに。果たして搾取されているのは誰だろう？私たちはただゆうやくんを応援したいだけなの。そのお金の使い方は君の彼に対する愛だと言いたいわけだな。そうだよ。さて、これでわしの話はおしまい。約束通りお金は渡そう。やった。ところで、駅前で国連の組織が募金活動をしている。愛を発揮するかどうかは君たち次第だ。今この瞬間もご飯が食べられず死んでいく子供たちがいます。皆さんの助けが必要です。外国のことなんてどうでもいいし、募金お願いします。ねえ、そういうこと考えるのはうちらじゃなくて政治家の仕事でしょ。じゃあまたね。バイバイ。2050年、私は50歳になった。日本でも貧富の差は加速度的に広がっていき、何の努力もせずに刹那的な快楽を求め遊びほうけていた私は、あっという間に転げ落ちた。若い頃もっと勉強しとけばよかったな。ああ。
いやいや、同世代の子たちより何倍も濃い青春時代を過ごしたんだから、これでいいの。あの頃は本当楽しかったな。もう一人の女はどうなったかって？あの子は死んだよ。ホストに散々貢いだ挙句捨てられて、頼りにしていたパパからも相手にされなくなり、自暴自棄になって暴飲暴食を繰り返していたら病気になっちゃった。かつてのように新鮮な肉や野菜をたらふく食べるというのは金持ちの特権になった。私たち貧乏人が口にするのは一日に数粒の栄養剤だけ。科学技術の進歩で人類は飢餓を克服し、私もその恩恵を受けている側だけど、何か満たされない。どうぞ。ありがとうございます。日本に生まれてよかったな。外国のことなんて自分には関係ないと思っていた。でも同じ地球に住んでいる限り、人類は一蓮托生なのだ。人助けをするかはさておき、もっと勉強しておけばよかった。私は日本に生まれたのだから、そのチャンスはあった。今更だけど。